ロブレス、オヒルギ、ヒルギ科の植物ですね。でここもコブ状のものが下からポコポコたくさん飛び出てますね。背の低いもの、コブ状のもの、あれ根っこなんですね。オヒルギの根っこですからあれ以上大きくなりませんよ。あれが大きくなって木に何を見えるんですけどね、根っこなんです。あれ以上大きくなりません。でそこから新芽も出てまいりません。新芽は種からですからね。これ根っこなんです。マングローブの土壌大変空気が乏しいですので、このように直接大気で根を晒し、直接大気から空気を取り込み根腐れを防いでいるということなんです。ですから今がね、なんとか呼吸の時間ということですね。今満潮に向かってます。潮位が上がってますからね、もうちょっと遅く来るとあの根は見ることはできないということです。水の下水没しますのでね、今ね呼吸の時間ということなんですよ。またね、前方もオヒルギですが、今度幹を見ると割とまっすぐ伸びてるのがお分かりいただけると思います。これオヒルギの特徴ですね。この特徴から昔住宅の建材などにも用いられました。湿地に生えてますが、乾燥させるととても硬くて丈夫な木になります。この木水にちょんと入れると沈みますよ。そのぐらい味噌の攻撃です。ですのでね、この木一生懸命集めて言い方作っても沈んでしまいますからね、味噌の攻撃なんですよ。また幹の皮の部分、樹皮の部分、染め物の染料としても用いられます。赤茶系と染める染料です。お土産屋さんなんか覗いてみますと、マングローブ染めといったものが売られております。もし見かけることありましたら、あの樹皮で染めているんだなっていうのを思い浮かべてみてください。ですが現在ではこの仲間川、西表島森林系生態航空機、天然航空ですね、給与林など様々なものに指定されておりますので、木々の切り出しはもちろんですが、持ち出しなども固く禁じられております。またたくさん木倒れてますね。倒木目立ちます。台風の爪痕ですよ。毎年ものすごいのが来ます。皆さん想像できないぐらいでしょうか。絶しますよ、瞬間最大風速70メートルぐらいになるんですよ。はい、ぜひ遊びにいらしてみてください。楽しいですよ。70というとね、ピンとこないと思うんですが、時速に直すと約250ぐらいになりますからね、ですから例えるとしたら、走ってる新幹線、屋根の上に乗っかって体いっぱいに風を感じるような感じです、ね、もうとても立てないというのがね、ご理解いただけると思います。ものすごいですからね、ぜひ遊びにいらしてみてくださいね。1週間ぐらい停電しますよ。